あ、死んでる。どこら辺から常に襲われるようになっ、うんち、人分、まだ乾いておらず出したてのようだ。ここで食べていくかい。度肝を抜かねるデカさと強烈な匂いはうんこ界の一級品とも言える。これがこのゲームの一番の見どころだろうな。ちゃんとハエもプンプンしてる。微妙な隙間通れた。隠れるポイントとして使えるだろうか。お、こっちはまだ来てなかったね。緑ゼロ。ここ登れそうだな。で、これは紫に見えるけど、これピンクなんだろうね。緑、黄色、青、ピンクだから0227。あれ？あ、すっごい変な判定。でもこれ3つまで分かっちゃえば、あとは10個試せば勝手に開くからね。わーい。ちょっと脅かしパターンがワンパンになってません？あれ？え、何撮影中これ？撮影中だね。カメラマンの女、坊やの驚く顔撮らせてもらったわよ。あなた、ところどころ衣服が破れていて怪我もしているようだ。あ、違う、これあなたじゃなくて俺のセリフか。ところどころ衣服が破れていて怪我もしているようだ。一瞬女って分かんなかったよ。何笑うとんねん。テレビクルーの男。あ、海外の人が。おう、早く eat her。きっと昼飯でわさびをくだせる。地元のハラペンバーガーでもここまで腹はくだせないよ。さっきの人糞はまさか、この細身のどこにあんな量の糞が。敏腕テレビディレクター役。はははかなりビビってたな、キュートな童貞くん。我々もトライしたが太刀打ちできなかったので、暇が明けるのを利用させてもらったよ。なるほど。この人たちはまだ狂ってないんだ。君はどうせこの村の都市伝説をネタにオンラインで動画配信でもしようって魂胆だろう。しかしそうはいかない。我々テレビクルームチームがこの村の都市伝説を明らかにするのだ。あ、死亡フラグ。早速我々はこの先にあるガスの吹き出す穴に向かわせてもらう。ガスが出るって分かってんだったらもうちょっと装備なんとかしよう。英語で何を言ってるのか全然わからない。高速で紡がれる本場のイングリッシュを前にただ立ち尽くすのみだ。元気よく走っていったな、あいつら。行ってしまった。さっきから起きていた奇怪な現象はさっきのテレビクルーのせいだったみたいだ。ビビってしまった自分が心底情けない。普通の人間の方が怖いからね。引き続き光の捜索を続けよう。この村付近はくまなく探したからこの先にいるのかもしれない。同じように申し訳程度の謎解き要素がある感じかな。道狭。ガードレールだけはしっかりあるのが。お、楽しそうな声が聞こえね。さっきのテレビクルーの叫び声、何かあったのか。赤いね。近くまで行ってみないと。おや、隙間から狭、なんだ迷路か。分かる道はないけど、お、なんかケチャップの跡がありますね。シュー、あら、防護服着てるけど。この集落の噂は本当だった。皆おかしくなっている。高い報酬に釣られてやってきたことを本当に後悔している。当初はガスの研究施設を建設予定だったが、途中で周辺の封鎖工事に切り替えられた。相当まずいことでも判明したのだろう。初日に政府の人間と研究者たちはこの山道の先にあるトンネルから早々に退散していってしまった。
今思えば直ちに健康に影響が出るものではないため、おや、どっかで聞いたことのあるフレーズだな。このまま封鎖作業を継続して完了させようという命令は、このガスの存在を知る者を減らすための口実だったに違いない。症状に感染すると感染の動きが働きが停止し、排熱ができなくなることは事前に研究者の会話から推測ができた。赤文字、これ大事なとこだな。案の定、全力で前を向いて走り続けていると奴らの体に熱がこもり、10秒以上は追い続けられないようだった。なるほど、走って逃げないとってことか。ただこちらと目が合っている間は例外らしい。奴の動きを見ながら逃げようとすると延々と追いかけてきやがった。なるほど、背を向けて走らなくちゃいけない。一体どんな体の構造をしているのか。おかげで自分も仲間に刺されてしまった。傷も深く、これほど出血がひどいともう長くは持たないだろう。あらら、この微妙な細さと曲がりくねり方がね、何があるかわからなくさせてる。そろそろ音的に噴出口が近そうだ。おお、すっごい、すっごく赤くなってる。はっきりわかんだね。あ、あ、死んでる。互いに争った形跡は見られないが、光が、まさか、そんなはずは。ああ、カメラも。もう一人は？あ、お、立ち上がった。どうもどうも。たけし。はい、たけしです。たけし。うん、たけし。さっき襲ってきたのは明らかに光だ。いきなりの倒木、皮膚は青く変色していて全身に斑点ができていた。さっきのガスが吹き出す穴といい、この村の伝承は本当だった。だからこんな村は絶対に怪しいって言ったんだ、光のアホ。来た道も塞がれてしまったし、なんでだろうね。とにかくこの先の森を抜けるしかなさそうだ。これ右って書いてあるけど、あ、こっち行ってみよう。はい、たけし。何、たけし。はーい、たけし。はーい、たけしです。たけし、スタミナ無限。あれ、ワープしてる。これルート通り行かないとダメかな。でこれで見つめ合ってる状態だとエンドレスで襲ってきちゃうと。はい、なに、あ、いた。あっちに舗装された道があるね。うん、たけしだよ。あ、たけし。おいえ、こいつ誘導しないとかな。たけし。たけし。はい、たけし。激しいたけしです。たけし、たけし。10秒も逃げなくともなんか避けられてるね。よし、いなくなった。開く？扉は固く閉ざされている。開くには鍵が必要なようだ。どこにあんの鍵なんて。あの矢印の通りに進まないとダメだった？広すぎるでしょう。たけし、たけし、たけし。もううるさいな。今俺鍵を探すのに忙しいんだからさ。たけし。はい、たけし。
応矢印の通りに進んでみたが、たけし、たけし、たけし、あれ、なんもないぞ。たけし、ねえ、ヒカル、鍵どこにある？たけし、おっと、住みたい方角に君がいる。たけし、たけし、お、貼ってある。トンネルの鍵を入手した。お前、メニュー開いてる時は触る判定を出すな。これ適当でも大丈夫そうだな。さっきは取る位置を間違えたのか。で、声も遠くにあるからこのまま進んじゃえば、いきなり舗装された道に。だいたいこういうのって鍵を開けたとか、あのメニュー出してるとき進まないもんだけどこれ普通にやられる判定あったからな。これでどうせ出口あたりにまたいいんでしょ。たけし、来い、近い近い、振り向いてはいけない。お、たけし、ありがとう、乗せてくれた。テレビクルーの男だ。役 I'm OK Today 出来事 very very 怖い。やはり英語でほとんどわからないが、でも今のはなんとなくちょっとわかったな。心配してくれているようだ。助かった。サンキュー。役、間に合って本当に良かった。僕たちは今安全な場所に向かってるから安心してほしい。いや、それダメなフラグでしょう。おう、 I'm OK OK。 僕だけは激しい腹痛で茂みの中用を足してる間に、ああ、なるほど、それで悪いものを出せたんだ。他のメンバー2人があのモンスターに殺されたんだ。やっぱりヒカルが2人を。正直言って、自分1人だけが生きてるのは不思議でならないよ。ああ、思い出すと腹が痛くなる。浦安鉄筋家族の国会議員並みに出ちゃいそうだな。メジャーリーグ級の腹の音だ。これは相当辛いに違いないぞ。そういえばカバンの中に胃腸薬を入れてきていたはず。胃腸薬、スタマックメディスン、ヒア、イワ。スタマック、ああ、胃腸薬、助かるよ。そう、イエスイエスイエス、スタマック、スタマック、メディスン、メディスン。かなり情けない発音の英語は響き渡ったが、恐怖から逃れられた安心感も相まって、優しい雰囲気が車内に流れる。お、これはトゥンク室か。しばらくの沈黙の間、窓からぼんやり外を眺め続けた。お、街だ。よかった。本当に逃げられたんだ。で、あれでしょ？軍からの空爆でこの街ごと燃やされるんでしょ？関係ないこの街まで。車を降りて外国人クルーと一緒にラブホテルを取り、二人ですぐに休んだ。恐怖と興奮で眠れないかと思ったが、自分で感じている以上に疲れていたようで、ベッドで横になると泥のように眠った。1ヶ月後、妊娠かまさかあのテレビクルート。あれから随分時間が経った。結局ヒカルとはあれから一度も連絡は取れないままだ。当然大学にも顔を出すこともない。あの日以降というもの、大好きだった都市伝説やオカルトといった類のものに対する恐怖心を拭うことができずにいる。当然ホラー映画も例外ではなく、あれほど意気込んでいた学生ホラー映画コンペの申し込み期限も数日前に過ぎてしまった。結局ヒカルのことは警察にも改めて相談したが、やはり取り合ってはもらえなかった。行方不明になった人の捜索願いとして話をしている間はよかったが、あの村で起きた事件だと伝えると、しばらくして対応は難しいと一方的に会話を中断されてしまう。けどあれはヒカルに違いない。松沢村の噂は本当だった。ただ
村の見た惨状や警察の対応から考えるに、何か触れてはいけない事実に触れてしまったのかもしれない。インターフォンの音、光るか？あれ？実家からのお荷物だろうか。確か母さんから事前に連絡などはなかったはずだけど。たけしー、たけしー、来そうだな。しつこいな。これ誰だ？便所貸してください。お前かーい。何なんだこのオチは。あの配送手がテレビクルーのうんちがやばすぎるんだよ。これモザイクありだとあのうんちにモザイクがかかってるだけでしょ。あー、たけし、お前の言う通りだったね。うん。うんこ。はい。お後がよろしくないようで。はい。もうこんな、ちょっとクソみたいな感じでしたけど。まあ、ふーんと流していただければ幸いです。以上、失踪、たけし、お前の言う通りだった、あの配送はやばすぎるの実況プレイでした。それでは。